さあということで始まりましたサンデー長崎ということで、こちらですね、長崎市周辺から、トランスコスモスタジアムまでですね送る向かうところで放送をお送りしております。まあ、ちょっと本来は、長崎駅からね諫早駅まで電車の方で行ってビクトリーロードを通りながら行くという予定あったんですけど、ちょっとカメラマンさんの方がちょっと腹痛いと、急に朝になって、お腹が全然こちらの2倍ぐらい寝てるはずなんですけど、急に朝になってお腹痛いということを言い出しまして、無理になりました。ビクトリーロード歩くことは僕たちは、いやそうでしょ、そうですよ。でまあでもこれ一応 YouTube の、アクセス、あみさんありがとうございました。 YouTube で行き方とかコメントいただいて、その中の一つにもありました、出島表門橋みたいなところからもうスタジアム北口方面ですかね、直通のもうバスに乗っていくという方法になりました。一旦彼がそのチョイスをしたということです。おはようございます。こっちじゃなくない？いやそっちでしょ、これじゃないの、バス停って。はい、さっきのあの大通りじゃん、あっちの大通りじゃん。違う違う、それ本当にそれ合ってる？ちょっと、いや、それ違う、ナス出島表門橋って調べた？調べてない。なんで調べねえんだよ。あ、で無理なら行って、無理って言ってください。あ、コンサドーレさん勝利おめでとうございます。で今ちょっと長崎市からもバスで直接行くということになりました。そういう状況です。バスで直接行くという状況になってます。あ、いや戸倉選手のゴールは素晴らしかったですね。久保田ちゃんぽんは昨日ですね、こちらのコメントでいただいたものを聞かせていただいたので、これ動画をお楽しみしていただければと思います。昨日ちゃんぽん、あとその後は普通に長崎市の飲み屋でちょっと飲まさせていただきました。湘南もすごかったですね、劇的。ロスタイムですか、もうラストワンプレーですもんね。いや何ですか、いや湘南さんですけど、だ今トト対決の方はかなりリードしてます。はいはい、じゃあバス停向かいます。まずバス停の様子を見に行きます。今日はね神奈川ダービーもありますから、 FC 東京としては徳永選手の対戦ということで勝ち点3取って帰りたいですね。はい、街の景色こんな感じです。今橋を渡ってますね。これが出島表門橋かな。いやね、古き良き時代をこう感じさせる街並みですね。あ、こう結構こういうのがあるんですよ、こういうの、こういった街並みがいいですね。結構綺麗な街並み広がってます。ハウステンボスは行きません。気温はですね、多分実際の気温は多分10度、14、15度あると思うんですけど、体感温度としては、まあ、風が吹いてるせいか若干肌寒いといった印象です。若干肌寒いといった印象を受けてます。久保竹風さ、わわわ、スタグルは迷ってますね。角煮まんも早速昨日空港でいただきました。岩崎本舗さんの、美味しかったな、すごい肉がとろけるしホロホロしてすごい美味しかったです。ありがとうございます。わーわーわー、こんな雲だけ。じゃあちょっと景色見たいという意見もいただきましたので、じゃあちょっと PV 風に行きましょうか。でんつってでんつってでんでん、よむせきょうつつつ、どのわふぉ、Ask me where, ask me walks to me, oh oh oh, don't we make up, discover love, ask me where, ask me walks to me, oh oh oh, everyone there's even lucy,
Everyone about you Baby, a light on my way 天気最高 More than nobody No way to do それはいらないですね。失礼しました。ミュート案件を起こしてしまいました。長崎楽しんでます。バスの時間分かりましたか。いやいや、だだだだ、合ってるんでしょ。これじゃないの。なんでその行列。いやいや、これは写していいでしょ。承認みたいな先生じゃあじゃあじゃあ、え、富士これじゃないの。それなんですね。そうそう、他にどうかあります。逆に、はい、これ乗り、これ乗ります。これ高速シャトルバスってこと、なんか買わなくて大丈夫なんですか。これいやだや、そういうところも確認しましょうって。いや私生放送中なんで、ちょっとそれ経営バスに電話してください。はい、あれ邪魔になった。ちょっと経営バスに電話してください。あの特に事前予約とかしてないのかどうかっていうことを。いやいやいや、こっち生放送中なんで無理です。サウルコス、明日仕事ですね。今日もうちょっと今日最終日からで帰るんで、明日仕事大変ですけど、まあまあまあ飛行機でこうゆっくりね行きましょうよ。で多分40分だから、まだまだあるんじゃないですか、これ時間の方は。ちゃんぽん昨日の夜いただいたんですけど、美味しかったですね。パワーがつきましたよ。パワー。いやちょっと本当はもうちょっと早く行く予定、本当はね9時半ぐらいにはね着きたかったんですよ、スタジアムで。ちょっとポンピはお腹痛い案件ということで、多分10時過ぎに着くことになりそうです。皿うどんはねホテルの朝食でいただきましたよ。おーゆうじなかさ、どうでしょう。まず中行けるとですね。じゃあ今何分ですか。ちなみに、はい、ちょっとトイレ行きたまってきちゃった、はい、ちょっと出島でトイレして、はい、出島に多分あると思うんで。出島はない。そちらの出島ってなんだい。いや意味は分かりません、それは。じゃあ一旦これで放送終わりにして、いやちょっとトイレ長旅になりますんで。なんでだよ。ちょっと行ってくるわ。じゃあトイレの手前で放送やめる。うん、じゃあ待ってて、並んでて。だからじゃあちょっとトイレ案件に行こうと思います。近くにトイレ自分で一番行けてると思うか。じゃあちょっと上目遣いのこんな感じですか。どうですかこちらの表情は。いや乗りが遅れるはさすがに NGNG の方です。ちょっとお手洗いがあるかどうかっていう心配がありますね。ちょっと誰かに聞いた方がいいのかもしれないです。 NGNG なのかちょっとわからないですね。ちょっと近く、ちょっと橋渡って聞いてみよう。見てください、こんな感じですよ橋は。とても綺麗です、橋が。いや、こうだ、コアロンのせいではないですよ、全く。ちょっとお手洗い情報、ちょっと、立ちしもも最悪の行動です。ちょっと聞いてみたいと思います、お手洗い。いや、橋でするっては、本当 NGNG の支えにお願いしますよ。ちょっと聞いてみます。はい、あそこ、はい、あそこのグレーの建物がある。ああ、はい、すみません、ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。いつかでしょ。はい、今日長崎。あ、そうですね、はい、よろしくお願いします。弱いから大丈夫。いやいや、そんなことないです。素晴らしいチームなんで、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、とてもいいですね。あの出島大橋を管理されてる方でしょうか。とてもいい方でした。
素晴らしい方でしたよ。で、今日試合頑張ってくださいということだったので、いや、いい人でしたよ、本当に。ということで、トイレ近くにあったんで、トイレして、いや、高田社長はインタビュー案件あったりですか、まあ、もしあったらね、ぜひ写真とか撮ってもらいたいですね。ジャパネット、ジャパネット。バス、今何分ですか、ちなみにこれ。43分なんですけど、今何分でしょうか。皆さん、今のふんふん数教えてください。これ、見れないんです。教えてください。あ、やばい、間違えた。あと8分、あと8分。すぐ急げ。急いでます。頑張るよ。じゃあすいません、ちょっとトイレの中刺されてたモラルないので、これで終わらせたいと思います。皆さん、それではこの後祝勝会でお会いできるでしょうか。さようなら、また、バイロンバイロン、失礼します。バイロン。